始まりました、今日からなんとレイチャンネルが始まりまして、僕の独断と偏見で選んだ、今節の MVP を今日は2人選ばせていただきました。第1号エビちゃんです。お願いします。いやナイスプレーだね今日ね、無失点で、まあ、僕的にはアウェー開幕の時はスタメンじゃなかったんですけど、今回スタメンになって見事無失点だったんで今回選出させていただきました。そのご褒美に、はい、トリニータのスポンサーさんである鶴見の、食事券、ペア食事券をプレゼントです。いただきました。いやめちゃくちゃ美味しそう。うまそう。美味しそう。おお、いいね。すごいペアでいけて。おお。すごい。肉が超柔らかそうね。高級感。豪華だな。高級感がすごいですね。外観もすごいおしゃれ。足湯ある。足湯もついてる。はい、じゃあ。感想と次節に向けて何かコメントお願いします。今日もたくさんの応援ありがとうございました。最高の雰囲気の中、無失点で勝ってよかったです。次節も絶対勝つので、たくさんの応援よろしくお願いします。今節の松本零士 MVP 僕の独断と偏見第2人目は野崎純也選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。じゃあ最後の画面ブロックすげえよかった。あ、まあまあ、あれだけでも俺 MVP でした。良かったです。まあ本当攻守に終えてめっちゃ走ってたから、はい、もう最高の縁の下の力持ちでした。ということで、はい、はい、僕からスポンサーさんの鉄板解析とわさんのペアランチプレゼントです。ありがとうございます。まあ、ここ僕も。おすすめのハンバーグ、ハンバーグだったすごい。ああ、なんか人入ってきた。変更変更変更。あ、変更。何でお前思われてんの。2人でランチ行きますか。おかしいやろ、お前。お前と2人は嫌よ。せっかくの店やのに、お前。そうです。行ったことないの。ぜひどうぞ。ぜひどうぞ。頑張ってください。あ、すいません。よろしくお願いします。ありがとうございました。っていうね、楽な感じでいい。はい。ぜひぜひ、行かせてもらいます。大切な方と言ってください。はい。あ、うまそう。美味しそうだったよ。ハンバーグもちろんなんですけど、あの盛り付けられてる野菜もすごいなんか、うん、新鮮そうで。ここに行けちゃうんで、ぜひね。ありがとうございます。すぐ、本当に来週にでも。来週に、あ、いいね、いいね、いいね。じゃあ、今節の、感想、はい、今日一日の感想と、はい、次に向けて、意気込みを、ファンさんとだけ向けて。まずはあの今節もたくさんの応援本当にありがとうございました。絶対に勝つっていうことをチームで掲げてしっかり準備してきて、しっかり勝ちという勝って終われたっていうのはすごいあの次にもつながりますし、そこを目指してやってきたので今はほっとしてます。はい。で、あのスタジアムでも最高の雰囲気を作ってくださったので、来週もぜひあのまた足を運んでいただけたら僕たちの力になるので、ぜひよろしくお願いします。最高です。お願いします。来週も頑張って。ありがとうございます。